こんばんは。お疲れ様です。やっほー、こんばんは。今日は沖前公演があったんですけど、ありがとうございました。初日2公演昼と夜であったんですけど、ありがとうございました。見に来てくださった皆さんと、配信を見てくださった皆さん。明日もね、愛媛県で2公演あるんですけども、まあ、とりあえず山場を終えたということで、今日の公演でオキパのこと惚れ直しちゃいました。ありがとう、嬉しい。めっちゃ楽しかったです。緊張してたけど、まあね、ちょっとセットリストとかはちょっと明日一回ね、まあ、区切りが多分明日だと思うので、明日言おうかなと思うんですけど、でも本当にね、なんかこうなかなかね、2人公演とかそういう少人数の公演とかって多分スティールでは初めてぐらいだったと思うんですけど、ありがとうございます。明日は愛媛、もう私は鯛めしが食べたすぎて鯛めしが食べたすぎて、早く鯛めしを食べさせてくれって感じです。岡山ではね、なんかリハがね、着離とかしてたんで、結構バタバタしてて、あんまりご飯は食べれなかったので、でも明日はね、もう一回やってるから。中国語でつぶやくほど、あ、解読できました、今日メールでエセ中国語で明日のご飯について送ったんですけど、解読できました。鯛めし明日我希望なりみたいな感じの漢字だけで送ってみたんですけど、すごいですよね、日本語って漢字だけでも全部読める、いけましたかね。いやー、いろいろもう話したいことはもう本当に山々なんですけど、まあちょっと全ては明日が終わってから話そうかな。まだ見てない人もね、明日しか行けないっていう人もいると思うので、全ては明日いっぱい話したいと思います。ということで、本当に今日は見に来てくださってありがとうございました。楽しい時間ありがとう。なんかね、3月は結構バタバタしてて、なんかちょっと忙しかったりもしたんですけど、まあでも卒業前にこんなね、忙しきこね、忙しさを味わえるなんてね、ありがたいので、だいたいこうね、お仕事がどんどんやっぱ卒業するにあたってこう減っていくから、みんなより忙しくないってことの方が多いんだけど、ありがたいことにもうなんか忙しすぎて逆にもうしんどいってなるぐらいはね、充実した毎日を送らせてもらっております。ありがたい。グッズの売り切れが早くてびっくりしました。あ、グッズね、持って帰ってきたんですよ、ちょっとだけ。なんかね、缶バッジとかはちょっとまだもらってないんですけど、マイキューがもらったけど、私はね、どれだったかな、あ、これだ、あの例のすぐ売り切れたという、フェイスステッカー、
これゲットしました。この3D スキャナーを使用し、沖優香ご本人の顔のデータを超リアルに再現しました。 PC やスマホ好きなところに貼るだけでいつでも沖優香に見守ってもらえます。だってなんなんこれって思って、気持ち悪いけど、これちゃんとね 3D スキャナーでね、こうやってなんか撮りましたからね。ちなみにこれは真顔バージョンでございます。ゲットできましたかね。これ結構早めになくなってたらっぽいけど、あ、これシールなんだ。うわ、なるほどね。もうじゃあ剥がしたらすぐつけないとだ。これは沖優香真顔バージョンです。このぷっくりしてますね、意外に。ちゃんとでも確かにこう撮ってこう撮ってるから、どっから見ても私なんだよね。ちょっと鼻低いかな、でもなんか私だよね。どっからどう見てもだから沖ちゃん下から見たらこういう感じかとか、横から見たらこういう感じかみたいな。これは可愛いですね。これは結構レア商品だと思うので、でもこれね、作ってくださったこの会社、広島の会社なんですけど、キャスタム？違うわ。あ、キャステム？キャステムさん、ツイッター総合フォローなんですけど、マジで変な商品ばっかり作ってるんですよ。なんで、やってくださったって感じですね。前置き見合っていい。あ、そうでしょ。だから、なんか、ね、最近ちょっと、悪感がするとか、なんか幽霊感じるみたいな時は、ぜひこれを買って、スマホとかに貼ってみてください。これ、マジで貼ろうかな、スマホに。でも私ね、スマホケース8割ちゃんとかで気に入ってるからな、ちいかわの。このシールを貼るかどうかめっちゃ迷う。でもどっかしらに貼りたいですね。まあスマホが一番いいのかな、わかんないけどとりあえずね、これはちょっとちょっとね、どこで使うか一回保留しておきたいと思います。そう。アメちゃん、ありがとうございます。寒いね、なんか広島、今日、朝も思ってたけど、夜も寒い。今、広島に帰ってきたんですけど、こたつ入ってるのに寒い。もう暖房つけるべきなのかな。でもな、3月に暖房つけるのって、ちょっと罪悪感湧いちゃうよね。結構寒々です、今。風にはお気をつけください、皆様も。愛媛はあったかいといいな。岡山思ったより寒かったね。寒かったですよね、珍しいって思ったけど。雪が降ってた。ああ、そうなんだ。珍しい。おきちゃんも気をつけて。ありがとうございます。気をつけます。岡山で雪降るのはなかなか珍しい気がする。明日もおきちゃん、会っておきちゃん、すごい忙しい。頑張れ。頑張ります。ありがとうございます。頑張るよん。明日は愛媛。ご結婚おめでとうございます。
ありがとうございます。そうなんですよね、詳しくは言えないけど、まあそうなんです、結婚させていただきました、公演中に。はい、いやなんかなかなかないよね、あんなさこうたくさんの人に見守られながらね、えなんかちょっと指輪の交換とか、まあ結婚式だからあるだろうけど、すごい楽しかったなんかみんなが、ね、来てくださってるファンの皆さんが温かいね、温かい目で迎えてくださったのでなんとかなりました。明日はどんな明日はどんなって言ったらあれだけど、明日はどんな結婚式になるのか楽しみです。他のメンバーさんも沖ちゃん派とマイキュー派が見えて面白かった。あ、そうそう、沖優香の友人代表のご挨拶するメンバーと中村舞ちゃんの友人代表としてご挨拶するメンバーに分かれてたので、ちょそういうね感じで挨拶してもらいました。やっぱね、新郎新婦さんってそれぞれの友人が挨拶してくださると思うので、ちょっとやってきました。明日の愛媛のスタジオ、私多分行ったことない気がするよね、 W スタジオ楽しみあるのかな、あったら、あるか、めっちゃ初期の方に行ったことあるかも、もしかしたらもう本当に陸上公園ぐらいの時に研究生ぐらいの時に行ったことあるってなんかファンの人に言われたような気がする。だから多分めっちゃ久しぶりなのかな、それ以来とかに行くと思うのですが、おきちゃんが新郎であってますか。いや私も新婦だし、マイキューも新婦です。新婦新婦です。別にどっちが新郎とかでもなく、どっちも女の子なのでどっちも新婦でやらせてもらってます。インスタグラムにも写真載せたので、よかったら後で見てみてください。こっちにバナーもあります。なるほど、せやねん。新婚旅行はいつ行くの。新婚旅行ね、どこ行こうかね、新婚旅行行きたいね。うーん、どこが有名なのか分かんないな、グアムとかそういう系。個人的には韓国行きたいけど寒いよね行こうかな。なんか今日アフタートークでお話ししたんですけど、理想の結婚式はっていう話をアフタートークでしたんですよ。見た人いるかな、配信で見た方は多分見れたと思うんですけど、私はね理想の結婚式は海中で行う結婚式で、遺跡とかでね、めっちゃなんかどっかの国の遺跡とかでこういうのとこういうのつけて潜ってする結婚式をなんかで見たことがあって、ちょっと憧れがありますね。ドレスで潜るんですよ、しかも花嫁さんが。でもなんかそういうのって特別な訓練を積んでる人だから成し得る技なのかななんて思ったりだから素人の私が真似できることではないかもしれないんですけど、ちょっとやりたいですね。しかも舞ちゃんだったらさ、なんかめっちゃ早そうじゃないですか、泳ぐのとかも。だからちょうどいいかなって思ったんですけど、舞ちゃんにはちょっとやめておきなよって言われたので、だったらもう残すは、うん、宇宙婚しかないのかな。民間人として初の宇宙結婚式を行うしかないのかなという話を
アフタートークでしたりしました。マジでね、何の話を公演終わりにしてるんって感じするけど。まあね、なかなか結婚式なんて多分ねえ行うの大変なのでね、今回はそのライブ結婚式っていうね、まあ結構理想の形の式が、挙式が挙げれてよかったです。今日はちょっと明日がね早いので30分ぐらいに終わろうと思います。11時半に。なのでちょっと早めなんですけど、11時半までお付き合いよろしくお願いします。そして言いづらいんですけど、何ですかね、ホワイトデーイベントみたいなのにも参加してるので、よかったらご協力をよろしくお願いします。恥ずかしい、これが言うのが一番恥ずかしい。なんかもうこれ言うとき消えてなく消え去りたい気持ち。親族の反応どうだったの？あ、そう、なんかね、お父さんが見に来てくれてて、お父さんね、初？お父さんなんか今まで一回も見に来たことなかったんですよ、 STU のライブ。人生初のライブが沖前公園で、全然何も、お父さん本当にドライのドライだから何にも言ってこなくて、なんかこのスタンプだけ聞きました。このなんか LINE の初期に入ってる白いこれだけ来てました。リアル親族。そうそうそう、グッズは買ってましたね。人生初が娘の結婚式ね、本当にね、人生初の結婚式がこんな通常公演とかじゃなくていいのかなって思ったけど、まあまあまあね、娘の晴れ舞台の晴れ姿を見てもらえてよかったのかなって思いました。席は親族席だったの？いや、親族席ではなかったんだけど、私どこにいるか分からなくて、お父さん後から聞いたら、あそこだったんだって感じなんだけど、お見送りには参加してました。なんか笑顔だった、珍しく。マスクしてたけど目が笑ってた気がする。でお父さんじゃない、マイキューに、あれお父さんって言ったらって言ってました。あれみたいな、今の、そうだよパピー。うちのお父さんね、メンバーのことをもう本当になんかアイドルのファンじゃないから、なんかね本当になんて言ったらいいんだろう、もう冷たく感じる呼び方ばっかりなんですよ。クマ、ありがとうございます。だからマイキューのことも中村って呼んでるんですよ。でなんか LINE 来て、中村のグッズなかったみたいな、吉田のグッズが出たみたいな、なんか多分ランダム引いたのかな、シールみたいな、吉田が出たみたいな。でマイキューに言ったら、中村っていいなって言われる。そう、呼び捨て、名字呼び捨てなんですよ。運営じゃん、もう運営っていうか、マジでなんか関わりない中年男性感がすごい。お父さんメンバーのこと言う、名字呼び捨てなんです。絶対にそのマイキューとかそういう呼び方をしないんですでもSTU のこと好きだと思うんですよね、結構詳しい。その多分現場には来ないけど SNS
見たりとか結構詳しい。千穂ちゃんとミーヒはどうするんや。確かに多分石田千穂、石田みなみって呼ぶと思う本当に、フルネームでしか呼ばないんだよね。なんかニックネームで呼ぶっていう文化が訪れてない そんなね、なんて言うんですかね、人との関わり方を知らないお父さんが私のライブを見に来てくれたのが嬉しいですねありがたいありがたい。あと FM 岡山さんとかも見に来てくださったりとかして嬉しかったです。プレゼントとかもくれました。なんかねすごいいいものをくださってね、すごいもう5年ぐらいお世話になってるのかな FM 岡山さんは。私が入って1年目ぐらい、1年後ぐらいにレギュラー番組に持たせてもらったんですけど、これペンをもらいました。これね、わかるかな、イニシャル付きなんですよ。見える？ペンいただきました。かわいいの、ピンクで。私ペンに詳しくないんですけど、万年筆なのかな。いや、ボールペン？ボールペンかな。パーカーいいね。あ、そんな知ってる方がいる。私ちょっとペン業者に詳しくなくて。かわいい。ちょっと今度からギフトのお礼これで書こうかな薄いかな、ボールペンだったら。有名なブランド、あ、そうなんだ。ペンの中では嬉しい、 YO って書いてる。これはちょっと使いたいと思います。やった、書き味抜群。マジ？使うの楽しみ。なんかもうそれこそさ、こうアイドルでさ、ペン使う時ってさ、なんかアンケート書く時とか、ラジオのそのラジオとかそういう系の原稿にチェック入れる時とかだから使えそう。届け出に使える。確かに、あの引っ越した時の転出届とかに書こういや本当に FM 岡山さんありがとうございます。ということで、いっぱい続き、あ、婚姻届ね婚姻届ね、確かにゼクシー買って使おうかな。いや本当にありがたい、いただきました。ご祝儀、ご祝儀。なんかさ、お見送りの時さ、なんか4人ぐらいがさ、祝儀の袋持ってさ、これこれこれって言われてさ、今日の公演ちょっと笑った。ご祝儀いただいたの人生で初めて。おいくらを包んでらっしゃるんですかね、それは私さ、結婚式呼ばれたことないから結婚式のマナー全然わかんないんですよね。あれってさ、ご祝儀袋っておいくらぐらいが相場なんですかね。3万円ぐらい、5万円3万から5だよね。なんかよく聞く。でもさ、そのさ、3から5、あ、割り切れない金額、なるほどね。3から5ってさ、難しくない？まあでも4は割り切れるから3か5か。でさ、なんか同じぐらいの関係値のさ、友達がいたとしてさ、
片方3万でさ、片方5万だったさ、なんかちょっと気まずくない？そんなことない？みんなで示し合わせるんかな。まあそんな、うん、そんなお祝いの時にそんなこと考えないか、そもそも。私がね、そんな私がちょっと今やらしいからさ、まあ、おやおやってなるだけで、そういうことないよね。口裏合わせる。え、あ、そうなんや。どうするの、めっちゃさ、いやもうこの子は5だよって言われてさ、いや確かに5を出したいけど手持ちがみたいな時、なんか空気感で断れない時。いやそんなことないか。ちょっと私は嫌な方向に見すぎてますね。やめとこやめとこ。まあ皆さんはね、あのご祝儀袋なんてものは全然気持ちで大丈夫なので、あのめちゃくちゃ大きい声出しといてください。それで陽気としましょう。ということで、じゃあもうちょっとしたら壇上を読んで今日は終わりたいと思います。やばい、なんか寝落ちしてしまいそう。眠い、めっちゃ。楽しい公演ありがとう。こちらこそありがとう。髪型どうしようか迷い中。気持ちでってお坊さんみたいなこと言うね。お坊さんがそう言うかは分からないけど、そうよ、アイドルはね、あのどれだけ欲しくても気持ちで十分っていうのが、あのテストで正解って書いてある。問題集に書いてある。気持ちで十分です。どれだけ喉から手が出るほど欲しくても気持ちで十分です。パックも、パック欲しい。パック欲しい。アイドルとしてっていうか、まあ、人としてかな。人としても、人としてもよ。だからあの最後にあの投げ込まれるのを期待しとこう。あのこうやってあのフィギュアスケートのさ、なんか終わった後みたいな感じでさ、ご祝儀袋からパンパンパンって投げ込まれるの。でもさ、なんか罪になりそうだけんやっぱりやめとくわ。なんか怖くない？なんか横領罪みたいな。なんかさ怖いからやめとこう。あ、投げ銭。神社みたいだね。皆さん大量の投げキスとか愛を待ってます。それでは壇上を読みたいと思います。何の話ってね。実際バンボシさん、12位トマトポさん、11位師匠さん、10位スギッパさん、9位ジムジムさん、8位セバンポ、7位50代独身さん、6位笹福さん、5位北さん、4位がマッカさんでした。ありがとうございました。そして3位がジェリーさん、2位が小林さん、1位が虫男さんでした。壇上の皆さん、コメントしてくださった皆さん、ありがとうございました。そして今日は公園にも遊びに来てくださった皆様方、本当に本当にありがとうございます。明日は愛媛でまた2公演あって、まあ、そっからね結構お休みっていうか4月7日まで開くので、まあ、一回区切りというか明日で区切られるので、またまたよろしくお願いします。明日も愛媛で待ってます。ありがとうございました。ゆっくり休んでください。今日は本当にありがとうございました。バイバイ。私も早く寝ます。寝落ちしそう。ありがとう。バイバイ。1、ありがとうございました。